この時間はブラジル対メキシコ、こちらをご覧いただきます。デカイプで行われます本日のゲーム。1937年に誕生し5万人以上のキャパシティを誇るこのスタジアムは、数々の国際大会の舞台にもなったヨーロッパ随一のスタジアムです。さあ今日はどんなゲームが繰り広げられるのでしょうか。ブラジル国歌お聴きいただきます。決勝まで来るとなんかこうフットボールの域を超えたスポーツの持つ力、ドラマ、魅力、本当に素晴らしくて大きなものだと感じますよね。そうですね、世界中が声を枯らして名を叫んで、自分のプライドを見た国を応援して、まあ、相手のプレーにもブーイングをしますけどもね、その結果に心から喜んで、人前でも気にせず泣く人もいますからね。人間らしさが出ちゃうんですよね。スポーツって本当にいいですよね。はい、笛が吹かれファイナルのスタートです。インターナショナルカップ決勝、ブラジル対メキシコ。やはりこのような大舞台になりますと点の取り合いっていうことにはそうそうなりませんよね。ブラジル優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。頭で見事に流し込んできました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあブラジル貴重な先制点を奪いました。裏へのスルーパス、いいボールだ。コロナクロスを選択。さあシュートに行けるか。マルキーニョス、ブラジル、ここでファールをもらいます。ドスサントス、先ほどのファールはイエローカードが出ていました。ビニシウス、ヘクトル・エレーラ、ドリブルで上がる、スペースを狙う、中にスーゾー、いやーシュート、メキシコ決められてから北澤さん、またすぐでしたね。すぐまた決めて追いつく、この短時間の流れは非常にいいですよね。ディフェンスの寄せに合っていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。
見応えのあるインターナショナルカップ決勝振り出しに戻りました。いやこれすぐ取り返しましたよね、メンタルの強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいんですけどもね。そうですね、復帰から左へ裏を狙う、さあ復帰来た、復帰ルーズボール、アレックス・サンドロ攻撃的なサイドバックです。エクトロ・エレーラからラウル・ヒメネス、ここでファールがありました。前半17分を経過、キーパー前へ蹴り出します。スルーパス、アレックス・サンドロ。ブラジルとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね。はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、仕掛けるか、シュート、これは枠をこらえついた、絶妙なコースをついてきましたよね。こういった技術の高さはね、やはりこの決勝戦で惜しいプレーを見せてくれましたね。モレノ、ここで前を向けるか、あるか、裏を狙っていきます。どうする、このクリアボール拾いたい、どうだ、クロス、クリア、このピンボール、いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。スルーパスです、さあ勝負だ、ヘクトル・エレーラ、一人で行くのか、ミドル、シーナーが縦にボールを送る、ヒメネス、さあ繋がるか、抜けてくる、もう一回、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。ボールが上がる、クロスから頭で合わせ決まりました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。メキシコ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。
エデル・ミリトン、いいプレッシャー。コロナからラウル・ヒメネス、自分で行く、足元大事に行きます。ラウル・ヒメネスからコロナ、マルキーニョス、どう組み立てる、裏へ届くか、どうだ、決めたい、さらにか、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了、失点の後怒涛の攻撃。さあファイナルステージ、前半ご覧になっていかがでしたか。メキシコとしてはひとまずリードで折り返しましたけど、こういった決勝ともなると何が起こるか分かりませんからね。後半は後半でしっかりと気持ちを切り替えることが必要になってきますよね。45分後、栄光と美酒に酔うチームはどちらなのか。まさに雌雄が決するその瞬間、しかと見届けたく思います。インターナショナルカップファイナル、ブラジル対メキシコ、メキシコが2対1でリード、前半を折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。クロスはディフレクション、コーナーキックになります。これはファールです。今のは注意だけだったようですね。ヒメネス、ボールの奪い合い激しいものがあります。裏へ出るか、これはつながりません。スペースを狙う、キーパーからのロングフィード、スルーパスを狙う、抜ければチャンス、上げてくる、これはちょっと長いか。復帰、ブラジルは先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えて、はい、クロスさあメキシコ追加点決めます。これで2点差、これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。もう試合何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングが合わなければ生まれないゴールですからね。今日2点目のゴールです。さあメキシコ、リードを2点に広げてリスタート。メキシコとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。はい、危ない、スルーパス、さあ一気にカウンター、オフサイドですかね。メキシコとしては後半いい入り方ができてますからね、いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。クリアです。さあ打ちに行くか、どうだ、差は3点、試合が決まってしまうのか。頭で流し込んだ、見事な一発、いいシュートでしたね。スラジオ落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。
さあメキシコ3点のリードでリスタート。いやこう立て続けですと勢い感じますよね。チームがこういい状況になってきますよね。そうですね。モレノ、素晴らしいパス。さあシュート、ブラジルがここで選手を変えるようです。ヘディング、このヘッド見極めませんでした。メキシコ決定的なチャンスを収めることができませんでした。カゼミロ、いや少しいい形になりかけたんですけどもね。ブラジルここでファウルをもらいます。これはカード、メキシコ今のでイエローカード2枚目となりました。無駄なファウルにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。メキシコとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。アレックス・サンドロ、長いボールを振ります。長いボール縦へ。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ブラジルここはクリアでピンチを脱します。一人で駆け上がる、裏を狙っていきます。この位置で受ける、打った、シュート、メキシコ全く手を緩めません。ヒメネスのこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたね。一気に落ち着いてましたね。今日2点目です。ブラジルが最後のカードを切ります。さあメキシコ現在圧倒的な強さを見せています。トップで収まればね、シュートまで行けた時でしたけどね。激しいボールの奪い合いです。さあ繋がるか、抜けた、ここで収まる、上がる、どこまで点差を広げるんでしょうか。頭で正確に流し込んできました。焦らずにね、シュートヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。素晴らしいハットトリックです。メキシコこのゲームの主導権を完全に抑えています。いやこうやって追加点が決まることは、全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。カウンターを仕掛けました。シュート、キーパールーズボールになる、カット、いけるか、これ仕掛けるか、来た、これはシュート、
今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを重ねてたんですよね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、抜きに行くか。ここでファールがありました。裏へのスルーパス、これは旗が上がっています。ミリトンからのパスは通りませんでした。ブラジル奪い返します。裏のスペースを狙う、抜けてくる、クリーだ。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいいパスでしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはブラジルチームとしての意地を見せます。ルーカス・パケタ、裏を狙う、どうだ。さあシュートレンジだ、頭で来た。ボールは右に逸れていきます。ブラジル入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ベクトル・エレーパッとシュート、ブラジル。いや今の高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事ですよね。ブラジル一矢報います。いや止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね、シュート、ブラジル。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かボールを奪っていくぞっていう勢いのあるようなスルーパスですよね。ブラジルチームとしての意地を見せます。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね、大きく縦へ、メキシコこれは奪い返します。
ジェルソン、縦へのボール、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。ここは体を張ります。夢の舞台、ファイナルホイッスルです。世界のフットボール、その頂点に立つ勇者たち、覇者の誇り、そして敗者にも誇りがあります。長きにわたる戦い、幾多の戦いを制してここに立つ。カップが掲げられます。ピッチ上の戦い、今は勇者たちを称える平和の祭典です。素晴らしい戦いを勇士たち、ありがとう。実況はジョン・カビラでした。また素晴らしいインターナショナルカップの戦い期待して、ごきげんよう。